女優の小松菜奈21が17日自身のインスタグラムを更新。14日映画ロケ地の長崎県内で海上タクシー事故に愛病院に搬送されたことを受け小松は元気です。ご心配かけてすみませんと報告した。事故は映画坂道のアポロンの撮影で訪れていた長崎県佐世保市内で発生し事故を起こした船には 映画のキャストスタッフら11